こんにちは。日本学術書道会の田村貴壇です。今日も単行者の前後百科から前後を選び、その解説文を読んでから、後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は、創建してかかと笑うです。出会うなりお互いにかか対象したということです。創建とは、師と弟子、あるいは達人同士の出会いのことで、そこでは早速相手の力量を推し量る問答応酬が始まります。これを挨拶と言いますが、連達の師ともなれば一目で相手を見抜きます。かくてもはや言葉は要せず、相互に認め合ってかかと対象したということです。雲門公録に愛を追って愛見てかかと笑うとあります。では今から創建してかかと笑うを書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。